鋭いこの香辛料の刺激が店内中に、あ、やばいやばいやばい事故事故事故。 Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. どう、激辛ジョニーエスケ、おまみんなの新火つけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、東京恵比寿にありますタイ料理屋さん、コンロー恵比寿店さんにやってまいりました。こちらですね、さまざまなタイ料理、本場のね、タイ料理が楽しめるところを今回やっていくんですけれども、パッキーマオと言われるですね、まあ、タイ風の激辛焼きそばがあるんですけども、結構まあ、通常でもね辛いんですけど、こちらちょっと辛さ増しバージョンしたのと、手羽先、タイ風のねトムヤム風のね手羽先をちょっとね辛くして、今回挑戦していきたいかなと思います。ピーク街頭度トムヤム味の手羽先揚げということで、この白いのはクリームチーズ、いや多分今パッキーマオを作ってもらってるんですけども、すごいな、鼻をつく鋭いこの香辛料の刺激が店内中に、あ、やばい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 事故事故事故。はい、来ました。はい、こちら激辛パッキーマオ、はい、激辛辛さ増しと、ピークド街頭度、いただきます。さあ、コンローさんお手並み拝見ですよということで、じゃあどっちから行こうかな。じゃあパッキーマオから行こう。はい、じゃあパッキーマオいただきます。太麺のこのパッキーマオはちょっと初めて食べますけどね。いただきます。怖いな怖いな。キレのある辛さですね。なんだろう、強烈。入ってる具材はね、これピーマンかな、パプリカ、青唐辛子、赤唐辛子、きのこに玉ねぎ、マッシュルームとかこう入ってますかね、これマッシュルームかな、これさまざまな野菜類が具材が入ってますけど、辛いなこれ結構辛い。ちょっと置いとこう。手羽先行こう。手羽先、こっちはまだ大丈夫そうだ。はい、じゃあこのクリームチーズをつけてディップしていただきます。あ、うまい。これちょっとこのクリームチーズは酸味が効いてるような感じしますね。おいしい。あ、しっかり辛いね。あ、辛い。そのまんまだ。トムヤンくんとかの食べるじゃないですか、そのまんまの味の手羽先、これいいね。あっさ、これはうまい。これ。程よい酸味が
食欲をそそりますね。手羽先で休憩挟んだからパッタに戻ろうか。これマジで辛い。これ別名酔っ払い炒めっていうのが言われてまして、まあ、ちょっと諸説この命名はあるんですけれども、酔っ払いがねこのパッタを食べると酔いが冷めるぐらい辛いとかそういった意味も込められて、とにかく辛いんですよこれ、手羽先は激辛。青唐辛子に赤唐辛子になんか唐辛子3種類ぐらい入っていろいろ入ってますね。あと粗刻みにした唐辛子とかも入ってるの。これ相当辛いよ。これ相当入れてるね。生の唐辛子も辛い。ソースが辛い。ごちそうさまでした。それでは監査レベルの発表していきましょう。タイ料理コンロー恵比寿店さんの、パッキーマオ激辛と、ピークガイトード、はい、それぞれ発表していきましょう。監査レベルジャララジャン監査レベル9と7です。ありがとうございます。はい、パッキーマオが9で、パッキーマオねやっぱりこれ辛いわ。あのどこのお店で食べてもやっぱ辛いですけど、今回ねちょっと初めて太麺で、食べてみました。太麺もねなかなかありだなという感じです。3種類の唐辛子、生の唐辛子が乗っかって、あとねこのソースが結構辛かったですけども、
まあね、ちょっと食べてる途中にも言いましたけれども、ちょっとエスニック風なナポリタンの超激辛バージョンということで結構辛かった。トムヤム味の手羽先揚げ、これ一押しですね。これうまかったわ。あのね、ちょっとトムヤムのちょっとこう程よい酸味がね、ちょっと食欲をそそり、このクリームチーズがより合うような感じですね。これ好きだわ、うん、僕結構トムヤム君好きな方はね、このトムヤムの味の手羽先、これは一押しなんでね、ぜひ頼んでみてください。ここね、夜はこうお酒とかも飲めるんでね、タイ料理つまみながらお酒はいかがでしょうか。ということで本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々も更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー、サーディーカー。